キャンプインして今日で3日目になりますが、この大分でのキャンプのテーマ、目的はどの辺に挙げていらっしゃいますか。Today is the third day for training camps already started. Would you tell us about once again about this target and theme for this training camp? Training camp is very important for the team to be ready for the challenge. Challenge is of course the coming season. And from the physical, technical and tactical point of view, we were doing everything as best as possible. このトレーニングキャンプというのはやはりしっかり来るべき挑戦、このシーズンに向けて、調整していく、それから準備していく良い期間だと思っております。戦術的あるいは体力的なところ、技術的なところをしっかり揃えて、今後を戦っていくための準備をしっかりする期間だと捉えております。監督からご覧になって今年のチームの雰囲気はいかがでしょうか。How was the atmosphere of the team from your point of view? Perfect. Everything is okay. すべて完璧ですね。はい、すべて OK です。指導日から含め、ここまではイメージ通りに来ていますか。So far in this third day, everything is going well as you expected. So far. Yeah, no surprises. Everything is under control and we are.We're following our schedule, training schedule, so it means that the players also enjoy the training. It's a little bit hard, of course, but it's a good enjoyment for them.すべて私たちが思った通りのプログラムで進んでおります。別に驚きというものは別にありませんしね。ですからそういう部分で選手も理解してくれてますし、それから楽しんでる、そういうところが見受けられますね、今のところ。今日はたくさんのサポーターの方も見に来ていらっしゃいました。監督がサポーターの方のところに寄っていったら皆さん喜んでいらっしゃいましたね。お子さんなど。Today's many supporters came to watch the training, and also you approached the supporters. Everybody is very happy, and you know, so you made some conversation with them. So yeah, it's very good to have a good communication with the people who love football and who come to see you. So I give two candies to the two kids, and it's really pleased to see a lot of people on the training. 本当にこのチームを愛してくれる人々が見に来てくれますからね、そういう人々とはコミュニケーションを積極的に取っていきたい、今日子どもさんがいてね、飴、キャンディーを与えましたけれども、そういう部分で、彼らとそういうふうな形のコミュニケーションを取っていきたいと思っております。それでは改めて今シーズンの目標をお願いいたします。Once again, tell us about the target for this year. Champion. Champion, very simple. 本当に簡単です。優勝することですね。それでは最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いいたします。My message is very simple. Let's share the emotions, let's share the enjoyment, and be with us always. We are give our best to get the title. そうですね、我々と喜び、それから楽しみというのを分かち合っていきましょう。我々としても本当にベストを尽くしていいシーズンにしたいと思っております。一生懸命やりますので、応援よろしくお願いします。We never give up. 今日で3日目になりました。このキャンプでのテーマ、特に強化したい点があれば教えていただけますか。とりあえず怪我をしない体を作りたいなと思うし、あとはチームとしてよりいいチームにしていくことを、チームとして考えてやっていってると思います。今年の雰囲気はいかがでしょうか。例年通りいい雰囲気でやれてると思います。今シーズンで玉田選手はこの名古屋グランパス、7シーズン目になりましたが、ご自分の役割はどのように考えていらっしゃいますか。どんどん年を取ってるんで、上から数えた方が早いですし、チームとして、自分が自覚をもっと持って責任あるプレーと、あとは言動をしていきたいなと思います。それでは改めまして、今シーズンの目標をお願いいたします。そうですね、去年は優勝できずに悔しい思いをしたので、今年はまた優勝できるようにチームとして頑張りたいなと思います。それではその優勝を期待されているサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。はい、期待されていることは、期待される度合いというのはすごい高いと思うんで、その期待に応えられるように今自分たちやりたいと思いますし、温かい応援をよろしくお願いします。今年もキャンプインして今日で3日目になります。このキャンプでのテーマ、特に強化したい点があれば教えていただけますか。そうですね、まずチーム戦術に、早くなれるように、あとは1年間しっかり戦える体を準備していきたいと思ってます。今シーズンからの加入になります。どういう思いでチームに入られましたか。そうですね、僕としてはもうチャレンジの年なので、どんどん、挑戦していきたいと思います。この名古屋グランパスの雰囲気はいかがでしょうか。そうですね、みんな、いい人ばかりで、助かってます。ストイコビッチ監督はどういう監督ですか。そうですね、本当、僕は小さい頃から見てた人なんで、最初はすごくオーラにやられましたけど、すごく信頼できる監督だと思います。この名古屋グランパスでどのようなことをしたいと考えていらっしゃいますか。そうですね、やっぱ、チャンピオンになるっていうことが、目標なので、それに向かって、自分の力を、発揮できるようにやりたいですね。それでは今シーズンの、抱負、目標をお願いいたします。そうですね、まずは、レギュラーとして試合に出れるように、頑張りたいですね。最後にサポーターの皆さんにご挨拶と、あとメッセージをお願いいたします。どうもはじめまして、石光です、自分の力を出せるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。このキャンプで特に強化したいところ、テーマなどあれば教えていただけますか。チームとしては、体力面とか、もちろん新しい選手も入ったので、やっぱり戦術的なこともやってますし、そういうところが強化のポイントだと思いますけど、個人的に言えばやっぱりしっかり体は1年間いい状態で戦えるように、いい準備したいですね。新加入も入り、今年の雰囲気はいかがでしょうか。そうですね、実績があって、実力もある、そういう選手が入って、若い選手もいいものを持ってると思うんで、そういうのを、きっとチームに力になると、そういう雰囲気はありますけど。楢崎選手は今シーズンでこの名古屋グランパス14年目になります、ご自分としての役割どのように考えていらっしゃいますか。長い間ちょっといますけどでもいつもモチベーションもあるし向上心もあって、新しい選手が入ったり、いろんな刺激もあるし。そういういい環境でやれてるという、サッカー選手にとってはすごく、ありがたいなと思って充実してます。それでは改めて今シーズンの目標をお願いいたします。やっぱりリーグと ACL と、難しいやっぱり戦いになると思うんですけど、欲張りじゃなくてもやっぱり両方狙って。最初から序盤からやっぱりいい戦いしたいですね。それではそのタイトルを期待されているサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。カメラを向けてお願いします。今年もパワーを少し分けてください。よろしくお願いします。